はい。はい。切符はお持ちですか？はい。フリーキップですね。フリーキップですね。はい、結構です。はい、ありがとうございます。はい、さてと、乗ってきましたけど。え、途中で降りてどうのこうの言ってましたけどね、すみません、めちゃくちゃ混んでたんで、もう、そのまま出てきました。はい、ちょっとね、ちょっとお年で降りるとかはちょっと無理やなって感じだったんでね。で、一応あれ、フリーキップでも、この降車券証明書がもらえるみたいですね。で、もう大学までそのまま出てきちゃいますよ、という。まあ、一応、ハンダルを取ってきましょうかね。いつもだったら、6番線の方に入ってくるんやけど。まあ、これめちゃくちゃ、コンドールで。一応、今回のトイレ車もね、ターミナルで、もうね、ターミナルってことでね、まあ、もう何回も撮ってるところですけどね。さあ、臨時列車が多く運転しましたね。そう、本当は俺ら岐阜で降りようかなとか思ってたんですけど、まあ、乗り降りがすごかったんで、そのまましました。はい。普段、利用されない方が多いんで、これは何、車庫に、車庫に入れるのかな、それとも、このまま折り返し運転するのかな。で、反対側に豊橋行きは来てますけど、定期券とか持ってない限りは、基本的には一回改札出て、しないといけないのかなってあるので、まあ、今回私は、伊賀鉄道なんで、豊橋は改札に来るってのがありますからね。あ、こんな感じでね、交渉証明書もらってますんでね。そう、だから全体切符でもこの切符もらって出るっていう感じになるのかな。そう、だから途中でどっか、森や岐阜でもやって、飯でも食ってこかなと思ったけども、そのまま大垣に出ちゃったんで、まあ、ギナギナと、大垣方面か、大垣駅はアクアウォークかな、今の時間だったらそんなに、今の時間ならそんなに混んでないだろう。ね、いくら桜めくりのとき、ちょっと見て回れることができない。運気って名称、あ、全部回るんや。で、プトラプランの中にも宇都宮桜が入ってるんですね。なるほどね。そんなんとこに出てるんだ。あ、そうです、お子さんはね。さあ、これは、はい、どんどん来てますか。まあ、これ通せばいいらしいんで、よいしょ。よいしょ、OK。あ、この奥の方出ようかな。まあ、大垣駅はでかい駅ですもんね。まあ、何回も来てますし。大垣自体はまあ、特に一両目に多いときにね、よう来てたところなんで、もう、買って知ったところですからね。西海の観光案内で。まあ、赤ウォークも何回も行ってますもんね、そこに。渡ってたところにあるんで、赤ウォークで飯でも食って、とりあえず一旦これ、動画を閉めるか。うん、まとまってるね。うん、あ、世界そこは出る。よし。まあ、こんな感じですからね。うん、大垣から変わるかな。あ、元好きになったね。
戻す向きになるんだ。なるほどな。まあそんな感じですね。ということで一旦この動画進めましょう。ご視聴ありがとうございました。だあとは何かあったらます。ああ列車が行ったってことで、イブ行きの列車が行きましたけどね、ちょうどここで行き違うんですね。どこで行き違っとるかというと、ここは東赤坂駅ですね。こんばんは、山城と申します。多分復活的に預かってるしあれなんですけど、何にやってるかというと、これ只見鉄道のターミナル駅完全制覇の旅のね、帰りなんですけどね、帰りというにはね、逆方向に来てるわけでございますよ。大垣からね、本来は桑名行きの方にね、乗らないといけないんですけど、なんでかというと、まあ見事に乗り過ごしましてですね、まあまあまあ、ギリギリでも何でもなくね、思いっきり完全に後から、行ってしまって、で、さあどうしたもんかなと思ったんですけど、そうやと。そういえばね、ちょっと気になる駅があったんですよ。それがね、このね、東赤坂駅ってことでね。これ何かっていうとね、この辺りで赤坂駅っていうとね、一つね、ちょっとね、有名な駅がございまして、それがですね、美濃赤坂駅っていう駅なんですよね。これね、どこかっていうと、ここら辺に出てるかな。これにも載ってない、ところですけど、JR の美濃赤坂駅っていうところがあって、そこはね、いわゆる東海道線の支線、赤坂支線だったっけなとかっていう名前になっておって、実は岐阜県で唯一、末端駅になっている、ターミナル駅になっている、構造になっているということなんでね。やはりここはね、ターミナルマイスターたるね、山田さん、行かないわけにはいかないんですけど、普通に行っても仕方ない。まあ、本当はね、青空フリーパス、使う企画の時についていこうかなと思ってたんですけど、そうだ、ちょうどいいやって。ちょうどここにね、東赤坂駅っていうところがあってね、まあ、世の中にはもしかしたらこの東赤坂駅とね、美濃赤坂駅をね、間違えてね、来てしまう人もいるかもしれません。今回はさすがに間違えちゃったっていう感じではやりません、ね。単純に駅間散歩でやります。ってことなんで、毎日ね、東赤坂駅と美濃赤坂駅をね、間違えてしまった人が、美濃赤坂駅にね、行けるように、うちが散歩しようやないかというわけでございます。まあ、ちょうど散歩日和ですね。ちょうど散歩するのにちょうどいいぐらいの距離みたいな感じなんで、多分ね、地図でパッと見た感じね。よし、じゃあちょっと散歩してみよう。晴れてるし、時間も、まあ、ちょうど日のあるうちにちょうど、行って来れるし、いいぐらいかなってことでね。すいません。トンボメディアス。聞いたこと、赤トンボメディアススリップ。何？謎なもんがある。ってことで、この東赤坂駅にやってきましたよというわけでございますね。駅前は駐輪場かどんとあるって感じかな。なるほどな。券売機とか特になし。問い合わせるね、紙の整理券は、出てくるんで、で、そう、JR 系列と違ってね、近鉄系列は駅にね、設置してあるんでね、その駅のやつをピッて持ってくれば大丈夫という構造でございますね。